はい、整体院5行の山本です。今回はトレーニング中に痛くなってしまったこの肘を改善する方法をお伝えしますので、ぜひ最後までご覧ください。あなたがトレーニング中に痛めた肘が右だったとして、この肘にはほとんど原因がありません。では原因はどこかというと、いろいろと原因はあるんですが、その中の一つを今日お伝えさせていただきたいと思います。今日ほぐしていくその筋肉は広背筋になります。それでは場所の確認をしていこうと思います。まず腕をこのように横に上げていただいて、脇が2つ、前と後ろで2つあるのが分かると思います。今日ほぐしていく場所はこの後ろの脇になります。ここをこのようにガバッと深く掴んでいただいて、そして痛い場所を探してみてください。ちょっと上に移動したり後ろに移動したりして、こう掴んでいってですね、痛い場所を探していてください。そして痛い場所が、一番痛い場所ですね、が見つかりましたら、痛気持ちいいくらいで掴んだまま、そのまま手を下ろしてください。そしてそのまま10秒キープします。このエクササイズしていく間はずっと深呼吸をしていきましょう。それではやっていきましょう。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、 OK です。次は痛気持ちいいくらいでこの広背筋を押したまま、腕を前に10回回していきます。それではいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、今度は反対いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、OK です。今日は右の肘が痛い時のエクササイズをしましたが、あなたがもし左の肘が痛ければ、この左側の広背筋を掴んで同じようにエクササイズをしていてください。これを1日に2セットから3セット朝昼晩やって、2週間やって様子を見てください。今日は以上になります。この動画が役に立ったと思われたら、高評価とチャンネル登録をお願いします。今日も動画をご覧いただきありがとうございました。